本日はおめでとうございます。ありがとうございます。まず今日の試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、高校生が5人で中学生がほとんどの中で、普段リーグで40分ハーフのゲームやってるので、走れるかなと思ったんですけど、その中で相手に走り勝てて、そこすごく自信ついてよかったなと思うので、これ全国大会でもそのまま続けていければなと思ってます。今後の展望などあれば教えてください。そうですね、メインは15リーグの方になるので、まず15リーグしっかり戦って、その中で18も一緒に強化していって、また4月末からのエグゼフカップに向けてしっかりチーム作りしていきたいなと思ってます。おめでとうございました。ありがとうございました。